はい、皆さんこんにちは、宮野和です。今回もプロスピエス実況していきます。ところで TS 第3弾登場しました。はい、今回はねこちらのガチャ30連引いていくんですけど、まあ、金子千尋投手とかね、内川選手とか素晴らしい選手、登場してるんですけれども、僕ね今回この TS 3弾予想したんですよ。そういつものごとくね横スクロール動画で予想の方した結果、なんとね、12名中5名的中してました。はい、いやちょっとね自分でもびっくりな的中率なんですけど、中村典弘選手中日でしたね。はい、まあ、オリックスで来るのかどうなのかって感じだったんですけど、やっぱり TS1 弾で来たね森野選手のセンター適正での登場っていうのはね、まあ、この中村典弘選手の登場の伏線だったのかなと、はい、感じました。でカープ丸選手、いや来ましたね。はい、他の方が予想したりしてましたよね。で巨人が小久保さん、僕ね原監督予想したんですけど、やっぱり小久保さんだと納得なんですよね。そう、巨人岡本選手いるんで、原監督だとねどうしても岡本選手の方が強いんですよね。ただ小久保選手だとやっぱりね初期でねミパーエーなんで、そうするとね岡本選手よりやっぱり小久保選手の方が強いなって感じるので、これはね納得ですね。はい、でまあ素晴らしいラインナップなんですけど、僕の欲しいランキングこんな感じです。はい、やっぱり金子千尋投手が欲しいんですよね。そう、金子千尋投手、内川選手、あとまあ杉内さんかな、この3人が欲しいかな。で丸選手もね極めにできるんですけど、最近僕ね今出てるシリーズ1の丸選手、巨人版の丸選手をね極めにしたので、まあ、もちろんね当たれば継承はするんですけど、まあ、スピリッツ変わらないんでね、はい、まあ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 そんな狙いではないかなって感じですかね。まあ、どっちかというとやっぱり金子千尋投手と内川選手。そうっていうのも、金子選手ね2016年シリーズ2のねものを極みで所持してるんですけど、そこからね1回も引けてないのかわかんないんですけど、まあ、継承できてないんで、まあ、そろそろね継承したいってことで、はい、まあ、すごくねリアタイでも使える選手なんで欲しいんですよね。はい、で内川選手も2018年シリーズ2、はい、ちょっと写真変更してるんで分かりづらいんですけど、まあこれをね極みで持ってるので、まあベイサーズの方に継承したいですね。はい、そんな感じで TS3 弾ガチャ引いていきましょう。このガチャ30連で、まあ、この2人引くか、もしくは累計の方でね引ければね今回ランキング走らずに終わろうかなと思ってます。もし累計でもねガチャでも引けなかった場合は、ちょっと、まあ、金子選手狙いでねランキング走るかもしれません。そんな感じで3弾ガチャ引きましょう。いきます。ちょっと予想もなかなかね当たってて嬉しかったんで、はい、ガチャの方もねぜひ素晴らしい結果で終わりたい。さあ行きましょう、10連目。2016年シリーズ2の、ね、金子選手、もし継承できれば、あ、スタミナ回復した、6年ぶりの継承か。さあ12人目、お、池山選手。そう、今回ねアーティストの選手ラインナップ12名中3名なんですよね。それがすごいですよね。行きましょう、20連目。3名で合ってるよね。のりさん、池山さん、あともう一人誰かいたような、あ、小久保さんか。そうなんでね、まあ、1段の時もねアーティスト2人いてすごいなって感じだったんですけど、3段3人いますからね。お、にっこり来たよこれは1人S ランク出るでしょう、確定演出。さあどこで来るか、馬場選手。さあってことで12名どうでしょう。おお、丸選手、マジか。ちょっと待って、これ嬉しいな。確定以外で引けましたね丸選手、マジか。まあ、冒頭にも言ってたんですけれども、お伝えしたんですけれども、まあ、巨人版の丸選手最近極みにしたんで、まあ、スピリッツは変わんないんですけど、これ継承ですね。うわー嬉しい。皆さんこれ確定分じゃないですよ。そう、次で30連目、 S ランク TS 3段1人確定してます。ここでもう1人引けます。まあ、これよくあるんですけどね、以前ねよく似たことがあったんですけど、ここでね同じ選手引くっていうねことが何回かあるんでね、ぜひ丸選手以外の選手が欲しいですけど、ここで金子選手引いたらやばい。
かもランキング走る上でね、継承してしまえばね、丸選手極みにできるんで、ボーナスめっちゃ助かりますね。さあ、ってことで、30連目どうでしょう。いや、TS 引けたか。お A ランク。さあ、ラストどうでしょう。頼む。おぉ、エグさん選手。なるほど。ってことで、称号すれば9位 A 持ってきますね。で、このエグサ選手ね、そう、ツーシームなんですよね、メイン、あの、球種、ストレートが。直球がツーシームなんですよね、面白いですよね。ってことで、まさかの30連目、エグサ選手、20連目、丸選手っていうね、TS 選手、2人引きました。いや、嬉しいね、これ。ただね、どうしようかな、まあ、金子志郎選手ね、引けなかったんで、内川選手引けなかったんで、まあ、とりあえず、ランキング走るかどうかは分からないんですけど、一応ね、累計まで走りたいと思います。まあ、極み状態確認していきましょうか。丸選手が、センター適正 B、弾道高弾道、ミート 80A、パワー 83A、総力 73 の B ということで、まあ、ミパエってやつですよね。特殊すれば、センター適正 A 持ってきます。はい。超広角パワーヒッター。まあ、特能でね、パワーヒッターついてるんで、弾道もね、パワーヒに入られます。で、称号ミパ 83A 同値持ってきます。で、エグサ選手が、まあ、中継ぎ適正 S 9位 78B 制球 63C スタミナ 68C ということで、まあ、9位型、称号つければ9位 A は可能と。はい。で、球種がね、4球種なんですよね。先発適正 C あるんですね。で、ツーシームが、メイン球種、メイン直球となんですよね。そう、通常ストレートないんですよ。そう、サブ変化球ないんでね。そう、だから4球種なんですよね。そう、不思議ですよね、不思議なツーシーム。今回ね、ツーシームがメインって選手2人いるんですよね。このロッテの大谷選手もね、そう、メインがツーシームなんで、メイン直球がツーシームの選手がラインナップに2人いるってなかなか珍しいですけど、はい、今回はね、ガチャ30連で前草選手と丸選手引きました。ということで、イベント開始から約1日が経過したんですけど、40エナジーと、あとドリンク消費してね、累計の方終わらせました。はい。で、ランダム A ランク契約書で、小久保さん、杉内さんがね、引けました。はい。なのでね、限界突破回数がね、若干変わってるんですけれども、一応欲しいランキングはね、変わらずに、はい。まあ、金子千尋選手と内川選手狙ってね、引ければと思います。では、行きましょう。で、まあ、金子千尋さん、内川選手、どっちか、仮に引けたとしてもランキング走ってもいいかなって思ってます、ここまでボーナス高いと。はい、そんな感じでいきましょう。累計お願いします。2016年シリーズ2から継承したい。さあ、どうでしょう。やっぱ豪華ですよね、今回。1日経ってみて改めてラインナップ見返したんですけど、豪華です。さあ、どうでしょう。おお、待ってマジ？ちょっと待って。すごくないですか？ちょっと待って。やば。引けた。思い通じた。コナミさん、ありがとうございます。マジか。累計で引けましたね。いや、めちゃめちゃ嬉しい。いや、ちょっとこれ予想外ですね。もちろんね、狙って引いてはいるんですけど、本当に引けるとは思わなかった。いや、マジか。ちょっと待って。どうしよう。やばい。笑いが止まらない。マジで弾けた。ようやく継承できますね、これ。2016年シリーズ2からこちらに。いや、これどうしよう。イベント、ランキング走んなくても良くなっちゃったね。ぶっちゃけ走んなくてもいい。だって、丸選手ね、弾けましたし、金子千尋選手弾けて、まあ、エグサさんをね、使うかどうかっていうのはちょっと、自チーム A ランク契約書、まあ、選択契約書で、ね、限界突破2回まではできるんで、まあ、使うかどうか悩んでるところではあるんですけど、いや、どうしよう、これ、まあ、ランキング走って内川選手取りに行って、もう内川選手、丸選手、金子千尋選手3人とも極みでね、オーダー入れちゃいましょうかね。これ、とりあえず金子千尋選手の極み状態見ていきましょうか。コスト33、適正先発エース、9位 83A、 制球 77B、 スタミナ 81A ということで9位型です。まあ、称号同値ができないんですよね。できそうでできない。ただ、制球がね、A 持ってける選手です。はい。で、中、あれだ、抑え適正あります。そう。なぜか抑え適正 E。はい、あります。で、球種がなんと11球種。
驚異の11球種ですよ。で、僕評価ランキングね、横スクロール動画で作成してるんですけど、まあ文句なしの1位ですね。リアタイ面的にも、リーグオーダー的にもね、どっちにしてもね、強いんでね、この金子城選手はね、本当に欲しかった。はい、チェンジオブペースでスプリット2種で、まあ11球種で、しかもタイピンチついてるっていうね、もう神です。はい、まあ、そんな金子城選手引けたんですけど、丸選手引けて、金子城選手引けて、残るはね、欲しいの内川選手くらいなんですよね。まあ、杉内さんも欲しいって欲しいんですけど、まあ限界突破コーチなしで極みに持っていけるのがあと内川選手だけなんで、ちょっとこれボーナスもね結構ついてるんで、ランキング走って内川選手取りに行くのありですね。はい、いや、この TS3 弾で3人も補強できるとかやばいですね。はい、そんな感じで今回の動画はガチャ30連と累計報酬の方でお届けする感じで、はい、ここで締めたいと思います。またね、ランキングの方ね、終わりましたら動画にしようかなと思います。でそこでちょっとね、オーダーの方なんかも紹介できたらなと思っております。そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。いやー、びっくりしすぎて何にも言葉が出てこない。